皆さんこんばんは、ナナミです。今日は私がすごく気になっていた商品をついにゲットすることができたので、そちらを紹介していきたいと思います。イエーイで、その商品は何かっていうと、頑張る手にご褒美マッサージ、巡りを良くするハンドケアっていう、まあ、要は手のマッサージ機みたいな、木じゃないんだけど、まあ、マッサージ機か。失礼しました。そう、マッサージ機みたいなものをね、ちょっと買いました。私自身もまだ開けてないので、どんな感じかわかんないんですけども、後ろにこんな感じの説明が書いてあって、ただね、こう手を入れてマッサージしてくれるみたいな感じです。これね、ロフトの通販サイトにあったんだけど、アマゾンでも見たらアマゾンでも売ってて、若干アマゾンの方が安かったんで、昨日買ったのに今日届いたみたいな感じさすがプライムだわ。じゃあ早速開けていきます。じゃじゃんじゃじゃん、よいしょ。あ、なんかこんな感じのものが入ってます。待って、この入れ物が段ボールとかじゃない、なんかすごい柔らかい。何これ、すごいこんな感じ、指が入れられるようになってて、4本穴が開いてますね。え、親指は、あれ、親指は外な感じ、親指は外な感じなんだ。で、なんかね、中はちょっとクッションみたいな、ちょっと柔らかい素材になってますね。ツルツルしてる。で、コンセントが入ってる。あ、すごい、見て、こんなの入ってる。ここにレイが乗ってるんだけど、かわいい。こうやってここに貼ってね、なんかちょっとかわいらしくデザインするらしい。私、説明書を読むの苦手なんだよね。できないのに勘でやっちゃうタイプだから。甘いな。ビニール手袋が入ってるよ。ん？ビニール手袋はハンドクリームをつける場合だって。あ、じゃあハンドクリームつけるときはこれつければいいんだね。ほうほうほう。私ね、結構旦那と手とか、まあ肩とかは全部全身そうなんだけど、マッサージ1個っていうのかな、で手もねやるんだけど、本当に手やってもらうとすごいね、疲れが取れるんですよ。なんでだろうね、手にすごい神経が詰まってる感じだからなのか分かんないけど、すっごいね、手揉んでもらうと気持ちくて。で、なんかほら、マッサージ機ってこういうさ、首とかさ、足とかさ、なんかまあ全身チェアみたいなのあるけど、手だけっていうのはなんか私の中ではそのイメージがなかったから、ガチャタ。今ね、コンセントつけたんで、早速電源ボタンを押して、え、ちょ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 、あ、電源ボタンを押したらもう早速始まっちゃうやつなんだ。ちょ、怖い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 。まずね、こんな感じで指を入れます。そんでマッサージの強さはここで調整するみたいで、ヒーターをつける場合はここを押すみたい。早速やってみたいと思います。あ、ちょっと怖いね。行きます。なんだろう、こうギューってされる、なんか血圧測る時のなんかみたいなやつ、みたいなやつ、あんな感じかな。でもあれはさ、腕だからさ違うけど、これは指だから。あ、全体コース、指先コースっていうのがあるんだって。ちょっと指先コースやります。携帯とかパソコンやってるから、やっぱりなんか、ね、指先がちょっと疲れるんだよね。え、大丈夫これ。はぁ、待って、気持ちいい。これちょっと音はうるさいけど、はあ、これ気持ちいい。やっぱね、血圧のやつに似てるわ。こうシューってやって、その後プス、もうええわ、ちょっと空気が抜けていく感じ。あー、気持ちいい。あ、ちょっとヒーターつけよう。ヒーターつけたらあったかくなるみたいだから。結構今指がギュッとなってちょっと痛って思ったけど、気持ちいい。飛行機飛ぶよね、本当に。ピンポンパンポーン。ちょっとね、終わった後やっぱギュッてされたんで、赤いっちゃ赤いけど、なんかそんなにすごい真っ赤になるわけでもなく、普通に気持ちいいよ。ほんとこんな感じで入れて、ブーッと始まるだけだから、こんな感じでギュッと、ここがギューッとされてるのが、
業界初、指を1本ずつ包むグローブ式ハンドマッサージ、ハンドマッサージャー。約10分で自動停止する安心安全設計。これ大事よね。こう勝手に止まってくれるっていうのはありがたいわ。もしかしたらやりながら寝ちゃうかもしれないしさ。これ気持ちいいよ。強くするとやっぱね、ちょっと私の手がでかいせいなのかな、ちょっと痛いな。普通レベルが一番いい。うん。こう音がウケる。ブブブブーみたいな。怖いです。これ本当挟んでみないとわからない。ちょっとあなたも一度ハンドプレス。これなんかさ、動画撮ってみたらいいもの、すごいシュールな気がするんだけど。中見えます？こんな感じでボタンを押すとギューッと口閉じたのがわかるかなと思います。お口を閉じて、メキメキメキって言ってる。大丈夫これ？とりあえずね、こんな感じで手を入れるとね、ギューッと挟んでくれるようになっています。でやっぱりあのネイルサロンで働いてる方だったりとか、デスクワークだったりとか、あとはレジをね打ったりとかする方とか、指先結構疲れてる方多いと思うので、これ結構おすすめかなって思います。もちろん揉んでくれる相手がいればね、人間の方がね、それはもちろんいいとは思いますけど、なんかこれはこれですごくいいですね。なんだろう、終わった後に結構手がすっきりする感じがありますね。でヒーターもついてるから、冬場なんか結構手とかね冷えたりとかするんで、それをつけてこのマッサージやってもらえばね、すごいなんか手のなんだろう、この血の巡りがすごい良くなるような感じがします。これ買って良かったと思う。でしかもこんな感じのシールついてるんで、普通に置いといても可愛くなりそう。っていうか私これ今やろう。あれ、なんかすごい怖い。なんでなんで、あれあれ、なんか怖いあれ目間違えたかな。目が違う。これね、一回剥がしてもちょっとこう修正は全然可能なんで、そこもいいね。ヒゲもつけれるみたいなんで、ヒゲもつけますね。こんな感じでヒゲもつけれます。ピッギューはい、完成。こんな感じで自分でデコレーションすることもできます。てか今気づいたんだけど、これ猫っぽくない？ん？耳変えた方がいいかな。まあ、いいか。で、充電器これにした。ブーブー、ブーブー言うてるでしょ？はい、こんな感じでね、今回私がね、すごく気になってた、ルルドハンドケアっていうところの、マッサージ、ケア？マッサージ器を買ってみました。指のなんだろう、血流が良くなって、こう手が軽くなったような感じがして、これ提供とかじゃないから本当に自分がねちょっと気になって買ってみただけなんだけど、サイズ的にも本当ネイルのキットのあのネイル硬化するやつぐらいのサイズ感なので、場所もそんなに取らないし、でなおかつこんな感じでね、シール貼って楽しんだりとかもできるし、可愛くていいんじゃないかなと思いました。それでは、この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。